みんなに登山の話。皆さんはダブルポールって使ったことある？実はダブルポールが登山でめっちゃ便利なんだ。まずね、安定感が抜群。足元の安全を守ってくれるし、傾斜地を歩く時もバランス取りやすい。しかも体重を分散して機材の負担も減るんだって。さらに上り坂では腕でしっかりサポートできるし、下り坂では自然体の衝撃を吸収してくれるよ。ダブルポールってとってもすごいよね。でも気をつけて、間違った使い方は逆効果だから、正しい使い方をマスターするのが大事。登山がもっと楽しくなるよ。みんなも登山の時はダブルポールを使ってみてね。きっと快適な登山ができるから。さて、次はどこに登山に行こうかな。楽しみだね。実際の登山はどこに行くか考えよう。日本にはたくさんの素敵な山があるよね。自分の体力や経験に合わせて計画を立てよう。自然と心をリフレッシュしに行こう。さあ、新たな山の風景と素敵な思い出が待っているよ。